天気で僕らあの山形から僕とあれ彼は山形から来たんですけども、来る途中とっても気持ちよかったです。あの僕らアセンションプリーズっていうバンドをやってるんですけども、普段は、ほぼ彼と2人でやってるんですが、今日はあの兄貴来てくれて、兄貴目当てのお客さんもたくさん来てくれて、あとあのアフリカで会った、ね、友達が今日踊りでたくさん来てくれました。傘も説明してもらっていいですか。傘、あのカッサっていうリズムをお祭りの、農業のためのリズムです。農業というか、あの例えば草取りの歌があったりとか、お昼できたからみんなで食べよう、ちょっと仕事休んでみんなで食べようという歌があったりとかですね、そういう本当にあの生活 の農耕の人たちの生活の歌のお祭りのリズムです。なのであの今日にぴったり、ね、あのこのジェンベ、これジェンベって言うんですけど、ジェンベこれは本当におめでたい時しか叩かないんです。めでたい時しか叩かない、しかも昼、本当は日が出てるうちしか叩かないです。それぐらい本当に貴重にされてるっていうかね、あのすごいなんていう、元気になる、とにかく。なのでお祭りなので、みんなあのもしよかったら本当にあの入ってきてもらっても、太鼓持ってる人入ってきてもらってもいいし、みんなで踊りましょう、とにかくね。はい、打ち上がりましょう。ちなみにですね、あのアフリカの、踊りはあの本当決まったものがあまりないんですね。でなん、あの簡単に約束があって、まず踊るときは本当一人ここに出てきて踊るみたいです。で全員でみんなに踊ってるんじゃなくて、その輪になってる中から一番ノリノリの人が真ん中に出てきます。でその人めがけて全員で叩きます。見てる人も頑張ってその人踊れ踊れみたいに応援します。で約束が一つあって、ずっと踊っていてはいけませんっていう。で最後終わるときは必ず盛り上がって吐けるっていうのがあります。ある程度やったら盛り上がって外に出ると。で外に出た瞬間に次を狙ってたノリノリの人が入ってくるっていうのが延々と繰り返されるのがアフリカのリズムです。じゃあのさっき言った傘リズムやります。向こうではあの本当働きながらこの太鼓を隣でやりながら農作業してます。ケラミタラテネケラルマルバラバナラ、ケラミタラテネケラルマルバラバナラ、
Yeah.
ワン、ツー、バラクランチャンデンカーヒトゲメンタイエットデンナバーゲメンケゲンゲソンコリゲメンタイエットデンナバラクランチャンデンカーヒトゲメンタイエットデンナバーゲメンケゲンゲソンコリゲメンタイエットデンナバラクランチャンデンカーヒトゲメンタイエットデンナバーゲメンケゲンゲソンコリ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 ゲメンタイエットデ
ション。ちょっと覚えてくれた。ありがとうございます。アセンション。ありがとうございます。叩いてくれてありがとう。みんな踊ってくれてありがとう。ありがとうございました。